にも死ね。すでに切った。他の奴らが来る前にここから去るんじゃ。かたじけねえ、かたじけねえ。止めようとしたんじゃ。されど、されど、そちはなせることをすべて果たしたのだ。他に拙者のようなものを見ておらぬか。集い場でどうぞお気をつけて。かたじけない。貫くしていることがもう一つあったか。そこまでだ。
猫にもかなわんな。ボロキレが。なんでみんな殺しちまわねえんだ。佐渡為様はまずもっやろうよ。だけだ。すごい場じゃ。森光殿や他の者が生きておるならあそこにおるはずじゃ。やっと現れおったが、皆待っておったぞ。俺が大将か、もしくはただの手下に過ぎぬか。我が君の名のもとに命を殺めることは誉れ高きこと。お前の次は一家、親しき者ども皆殺しで。なぜあがく、お前はもう何人も救うことはできぬ。己をここで討ち取れば案ずることはない。読みで見せ。この犬が刻んでやる。諦めな。お前の苦しみはわしの喜びじゃ。おのれのような輩には情け無用。わしにとどめを刺すことよりも案ずべき大事があろう。
何が言いたいのじゃ。お前がこうしておるうちに我が君はすでにお前の村に入っておる。お前が慕う者ども、今や守ることもできわい。父上は黄泉への途に疲れました。村は導く者を求めています。愛子殿がなるべきです。愛子殿は強く、村人も敬っております。天涯孤独となってしまいましたが、皆のために誠心誠意努める覚悟でございます。お一人ではありませぬ。先生にお誓いしたように、私があなた様をお守りするとお誓い申し上げます。守っていただくよりも、ただそばにいてくだされ、それが私の願いでございます。かしこまりました。信殿、大事ござらぬか。わしらは何もかもかけて挑んだ。挑んだが、数はいかほど。百は優に超える。我々は計られたのじゃ。拙者は出遅れじゃ。まだ助かる者に手を貸してやってくれ。愛子は無事でござるか。許しを。愛子！愛子殿を見た者はおらぬか！もうやめとくれ。そう遠くまではいけない。おい、一人も生かしておいてはいけん。分かっておるな。
屋根が落ちてきて足を砕かれた。慈悲も与えぬ非道の輩が今それを請うのか。面目ねえ。わしはただ言いつけ通りにしただけだ。では身を切るたびに涙を流しておったのか。頼む御将だ。畜生戻ってきやがれ。百軒先からでも暗図を射止める。お主の頭など造作なきこと。早う行け侍。お主の誇りなど何の役にも立たぬ。役立たずのクソ野郎が。足が、誰か助けてくれ。ワッパみたいにわめくんじゃねえ。今どけて。おい、助けてくれ、頼む。屋根が落ちてきて足を砕かれた。慈悲も与えぬ非道の輩が今それを請うのか。面目ねえ。わしはただ言いつけ通りにしただけだ。では身を切るたびに涙を流しておったのか。頼む御将だ。戻ってきやがる。止めろ。生かしておくなというお言いつけだ。もったいねえな。わしらが連れてくってのはいかがですかい。さが気づかれちまうさ。さっさとやっちまえ。そうですかね。わしにやれるかな。やめろ。生き残でやる。キラキラ。ヒゾ、落ち着け。もう大丈夫だ。早く！矢で撃たれてしまう。
恐れなどに屈せぬ。止めろ。たとえ死と隣り合わせであろうと。読み送りにせ。まだこれほど若くして幾日か骨休めして出陣だ。何故とどまる。早く攻めねえと。おかみ諦めるな。追いかぶりすぎる。僕の手にかかるくらいならと自害したのであろう。守る者もおらぬ中、なすすべもなかったであろう。次はどこ。命を譲るなら今のうちだ。よくも兄貴をやりやがったな。クソ野郎、死ね。あんたたち、まだあいつらはいるよ。あっちへ行きな。あんたら鬼は取れるものは全部取っただろう。おっか、誰だ。目をつぶってな。待たれよ、拙者をご存じないのか。おめえが誰だろうと知ったこっちゃねえ。どっか行っとくれ。さようでござるか。どうかご無事で。目を狙え。
戦を欲したために、この卑怯者どもは抗う者にも出くわさずやすやすと。ジギョ、命だけは臆めを捨てなんでだ。わしを超えていくことはできる。お前の仲間は同じように己を信じておったが、一人残らず死んだ。わしを見てみろ。この槍を見よう。近寄ることもできぬわ。逃げるなら殿、お許しを。やつらの計りごとにまんまとはまり、肝心な時に居合わすことができず。ヒロキ殿、おやめなさ。先には死が待つのみじ。ならば死と出会うまで。これは単なる襲撃ではない。恐れゆえの、さらなる恐れを煽るがための所業。
こいつら百姓は何者か。これで最後じゃ。うわ、遅すぎだ。この鬼どもの愛子に何を。馴染みの顔ばかりじゃ、皆よく存じておる。まだ息のある奴がおる。武器を持っておる。馴染みの顔ばかりじゃ、皆よく存じておる。まだ息のある奴がおる。武器を持っておる。やるだけにしちまえ。
だ今のうちに。生きておられたか。愛子殿は、愛子殿はいずこに。道場に。だが行ってはならねえ。この通りだ。たとえ何人束になろうと拙者を止めることはできぬ。たことがあるの。この手でその傷を負わせ、己が生き絶えたのを見届けたはずじゃ。この村は我を墓に留め置きたくないようだの。あの女が最後まで呼んでおったのはお前の中。我がその苦しみを終わらせてやるまでな。案ずることはございません。傷は不幸ございますが、私がついております。賊どもは逃げました。大事はございません。ひとまずは皆が待っておりますので、まだまだすべきことがございます。愛子、そなたなしには皆何もできぬ。拙者もしかり。私もでございます。我々はどちらかが欠けてもいけませぬ。愛子、生きておったか。愛子、待て。